全部映ってるから。小太郎の親分の声。誰やねん。小太郎の親分。今日のココペの顔がタイプ。じゃあ今日のやけん、いつもはタイプじゃないと。悲しい。いつもはタイプじゃないけど、今日はタイプ。悲しい。見て、ドレッサーが届きました、私のうちに。あ、さっきまで藤子パの部屋を大掃除してました。こんな感じ。かわいいよね。かわいいよね。だからもう女優ミラーマンの子にほらキャー、ちここに女優ミラーなんて早いよ。めっちゃいい。いいね。一応私の部屋にもドレッサーあるんですけど。でこんなライトとかないくない、ここっての、うん、ないけど、でも私は、ね、まあ、そうなの、女優ライトいい。だからもうここのライトがもう光ってめっちゃ漏れる。自撮りとかね。え、うん、ここでさ、うん、やったらね、良さそう。でもさ、女優ライトいいけどね、なんか肌の荒という荒が見えるからちょっと。まあそりゃそう。仕方ないじゃんね。そう、ここからでもここから配信するにはちょっとここが見えるから。でもね、なんかね、その収納道具を全部買わないといけないから。大掃除のお手伝い、報酬、報酬は何だろうね。報酬はいつもあげてるでしょ。なんか今だともうね、めっちゃ嬉しいの。お腹すいた。もうなんかその買うの忘れてて、収納が私がさ家にいない時に届いてさ、まあお泊まりに来させてもらうっていうのが報酬ですかね。そうよ、いつも来てるでしょ。お腹すいた。私たち今日お昼ご飯って、お昼ご飯食べてないから。え、お昼ご飯はあれ、お昼ご飯じゃない、かき氷屋さん来たから。かき氷行ってきたよ今日。うん、撮影が早く終わってどこ行くってなって、かき氷食べてきた、写真撮ってきました。うん、漏れた写真、インスタっぽい写真たくさん撮れた、うん、皆さんこんばんは。撮影がそう一緒の時間だったのよ。かき氷してあげてって。そう、インスタ、私もインスタ更新しないとね最近。ここ、いつも言ってるけどね、え、スタッフしか更新してないよね。消息不明。でもストーリーは上げてるよけど、まあ、自分の方が載せたいもん、ストーリーは。え、今日も投稿しちゃおうかな。昨日も投稿したんだけど、うん、これか、なんか公演ない日に投稿したくて。公演だ、こだわり、うん、なんかちょっとなんかあれやん、みんな公演に気とらわれてるっていうか、見ちゃうじゃんやっぱり。手もいっぱいしなってきたね。え、取れる時がないのよ、こういう時しか。ココップまで漏れてるやん、その光がね。そうなんです。最近ココペをココローって言ってる。ココローって。でも言ってるよね。私なんか LINE とかだと言えるんだけど、直接あんま言えない。絵のストーリーかわいい、顔たくさん載ってて幸せ感じてる、嬉しい嬉しい、楽しい、ビタミン C、ね、いつもそんな感じなん配信の時。うん、いや、いつもじゃない、今日が高いみたいな、うん、なんか人といたらね、朝やる時多いから。朝はもうおはようございます、暗っ暗っ、心を心って読むのが、いや
最近ね、真顔鍛えれたよね。なんでやっぱ舞台で沼さんと女優に見合うから、もう真顔慣れちゃった。結構今ここからって言われて笑いたいけど慣れてるの。じゃあ笑っちゃいけない、めっちゃいいじゃん。こうそうだよ、結構鍛えれたもん今回。ありがたいです。私のゲラが藤野小川ちゃん、モテ期来てる。なんで？どういうこと？なんで？ないよ。なんで？誰に？モテ期とは。でもココッペにはいつも好かれてると思う。藤野小川は意外とみんなと仲良い。うん。いいこと。いいことよ。あ、藤野小川ペのインスタ用に写真たくさん撮ってってきた。藤野小川、あ、お願いします。めっちゃ撮ってもらったよ。うん。なんか私はなんか最近遊びに行くってなったら、なんかインスタとか写真撮れる場所っていうのがなんか条件みたいになってきちゃって、私的にね、なんかそう遊びに行くイコールなんか写真撮れるような場所ってなっちゃうから、多分私と遊びに行ったらめっちゃあのインスタ用の写真とかめっちゃ撮れると思う。だけどコッペ困ったら行って、写真に。写真で困ったら私に言って。私も最近心って呼んどる。マジで？心呼び。でも学校とかずっと心だ。そうよ。だからさ、そんな気持ち悪い、気持ち悪いとは思わないけど、でもさ、心。急にそこタイミングで言ってくるもん。逆にいいじゃん。キュッてする？それだったら。ってせえな別に。学校では心だから。心え、待って、写真、ね、ここ難しい質問きた。何？遊びと写真どっちがなんか主なのみたいな、メインなのみたいな。遊び。でもさ、今日でも遊ぶようなところに行かなくない？なんかもうカフェとかだよね。なんかやばい、うちはさ、まだ高一と中3なのに遊ぶところなかなかカフェだよね。大人ぶってる、大人ぶってこびてる。やっぱアイドルインスタはね。でもまあ写真が優勢になっちゃうよね。うん、常に写真不足だから。でもなんか私は写真撮るのとか撮られるの楽しいと思っちゃうの。そう、インスタ用の写真を撮ったりするのが、だからめっちゃ向いてると思う。なんかそういうことに関してはめっちゃ向いてると思う。自分で。前お誕生日だったから、ちょっとおめでとう聞きたいです。ちょっと可愛くしている。意外に博多駅。ありがとう。ハッピーバースデートゥユー。ねえねえほっぺ、あ、ごめん間違えた。もう終わったかと思った。じゃーん、おめでとう。意外に博多駅の屋上とか結構いいポイントだと思います。だって屋上ね。意外にね、七期生とは最近話せて、なんかお互い忙しそうで、七期生とかね特にめっちゃレッスンあるから、撮影あっても次レッスンとかさ結構忙しそうだから、ね、忙しい、お話できないけど。でもなんかめっちゃ見られてるなって感じしない？うん、分かる。なんかメイクとかしてるとさ、なんか大学生着替えてたりとかしたらめっちゃ見られてるなって感じだから、まつげしたりしてる。よかったね、ココッペのこと見てもらえる、大学生よって。うん。今はアジサイ綺麗だから前鶴公園とか行って撮ってみたら。だって、おぉ、アジサイ、アジサイ、アジサイやろ。どっち？これはアジサイだよ絶対。アジサイなん、アジサイってだって。どっち、どっち、どっち、歌すんの。アジサイ、アジサイ、アジサイで、いいやかな。アジサイってアジサイやろ。どっち、アジサイやろ、どっち。じゃあ投票するわ。絶対アジサイでしょ。え、アジサイ、え、標準語ココペってアジサイやろ。じゃあ私何語これ。なんアジサイって、アジサイやろ。
アジサイやろ。アジサイですよね。アジサイ、アジサイです。アジサイとアジサイ。じゃあ私はママがこの発音なのかもしれない。ああなるほど。え、なんかアジサイって言う？そんなに。コペハカだよね。え、アジサイって何かわかる？お花でしょ、あの。うん、うん、梅雨のね。アジサイね。私梅雨生まれだからアジサイだよ。え、1がアジサイか、2がアジサイ。アジサイ本当に？紫に太陽のように花です。鍵の発音はって、うん、鍵の発音はってきた。鍵、鍵じゃなくて鍵、はい、違う、全然。え、あの家の鍵でしょ。家の鍵、家の鍵。え、鍵はどっち、みんな。え、これ前ショールームでしたら私じゃない方だった。これはね、うん、私鍵。私ね、発音違うんよ、みんなと思うやろ、たまに、うん、違うんよ。でも私の身の回りの友達とか同じだから、多分あれ、これは方言だと思う。どこかしらの誰、なんだろうね、遺伝。うん、そうなんだ。アジサイ、アジサイって言わん。他なんかあるっけ、そういうなんか。アジサイなんだ。この話してるよね、正直。発音、発音って言って。発音、あ、そうでしょ。発音って言わんくない。発音、発音、発音、発音が、発音が違うみたいな方、ハリーポッター。発音が違う。え、発音やん、うん、ここっぴん。発音だよ、私。発音は今。発音が違う。発音が違う。下がるんかな、基本的に。え、発音じゃない。発音だ、発音だ。発音、発音が違う。発音。え、来月の BBQ で博多の香り食い食べ放題やるよって。お、え、待って待って。リノさんが配信してて、藤子子ちゃんの部屋と私部屋が私と似てるだって。リノさん、うん、うー、声間取りなんだって。え、見てるってこと今、うん、恥ずかしい。なんかさ、タブレットでさ配信しながら携帯で見てるとか。あ、そうなんじゃない。リノさん、え、ちょっと私もタブレット持ってきた。え、絶対見てるんじゃない今。え、見てるのかな。藤子がどっか行きました。コメントは読めない。リノさん見てる？ん？見てるよね。ん？だって見てないと分かんないよね。そう、配信する前にね、だってリノさんの部屋どんな感じやったのねって話してたのよ。確かに話してたわ。ね、私こんな画角からさ配信し、ね、投票のやつはもう終了してる？終了してない。投票終了。あ、ここペやった。え、でもやっぱこっちも多いよ。ほら、アジサイも多いよ。なんで違うのかな、やっぱり。アジサイ、アジサイか。工場見学、工場見学、なんかいろんな種類のウィンナーを食べたんですよ。なんか変わった、なんかね、あ、言わない方がいいのか、まだミラーボールだ。いろんな食べました。いろんなウィンナー食べました。自己開示のコッペ可愛すぎる。遠い方がいいのかな。うん、遠い方がいいよ。ハギアナの時のやむを得ないの発音とかメンバーによって違うやって。やむを得ない、やむを得ない。え、同じかこれ。え、なんて言うの逆に。やむを得ないとやむを、やむを得ない、やむを得ない、あ、やむを得ないとか。なんて読むの。え、わかんない、気にしたことない。しかもそんなカギ穴やんないからさ。やむを得ないじゃない。やむを得ない場合の席みたいな、椅子の上に立て。
いや、伊沢美優の発音聞きたい。伊沢美優。伊沢美優やろ。え、伊沢ちゃん。一日に、伊沢美優。ここに座ってることがめっちゃ多くて、今日座ってますよ。やむを得ない。辛いリンゴ、チーズリンゴ、どっちが好き？ここでスイッチとか。辛いのあんま得意じゃない。あのやってみたいスイッチのソフトが。やむを得ない。先生ってこと？でも大阪の人とか先生。あ、先生や。先生やね、私は。先生。先生。大阪の人は先生って言うね。先生みたい。え、何？そんなさ、そんなおかしなこと言えないでしょ。シーシーは嫌だよ。シーシー。先生とシーシー。え、あのさ、運動会でさ、なんか誓うときさ、うん、先生って言うじゃん。あれはさ、学校の先生って言うかと思ってた。違う、先生だよ。先生、ここの先生、今は分かるけど、うん、小学校3年生ぐらいまでは先生だと思ってた。先生って、ね、校長先生前立ってるからね、うん、先生、我々先生来たわ、うん、スポーツマンシップに乗っ取り。え、そんなん言う？先生だろと戦いのことを誓います。え、私部長とかしてみたかったな。え、小学校の時にあの女子が部六長になってめっちゃかっこよかった。え、私さ、やってみたかったな。すごくない？立候補して。しかも小学校の時にその応援団があって、うん、それを決めるのに、うん、みんな体育館に集めさせられてね、うん、投票した？あのステージの上に立って、その立候補者がで、なんか決まった言葉を言うよね。フレーフレー赤組みたいなの一人ずつ言って、うん、投票だと思って紙に書いて。すごくない？え、私はでも、うん、どうやろ。え、なんか私の学校はなんか研修会とかあった。え、そのなんかあれを決めるため、その何、応援団長を決めるために研修会やって、うん、なんかそれでなんか、ね、まあ、ほぼ体育の授業みたいなのがあってね、その立候補者だけ放課後集まって体育の練習して、体育なんか体育会の練習に、赤組と白組でさ、僕らは赤い稲妻だ、突き進む光の矢、雷の音を届かせ、元気いっぱい頑張ろう、赤赤赤ゴーゴーゴー、赤赤赤ゴーゴーゴー、燃えろよ燃えろ赤組、僕らは輝く、違う、白い稲妻だか、突き進む、え、それ赤じゃない？僕らは赤、あ、白がこれか、で赤は僕らは赤い炎、違う、僕らは赤輝く太陽のように。さっきどっち言ったっけ？さっきなんとかだって言ったっけ？僕らはえ、聞いたことない？ジェネギア。で、まず最初白組言うんだ多分。で、次に赤組言って、最後に二人とも同時に言う。え、わかる。ね。で、なんか被んないじゃん、それが。そうそうそう。なんか赤がゴーゴーゴーっていう時に白が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 恥ずかしい。そうそう、小学校の時しかやらんけね、そんな。被らなくなってんの。ゴーゴーゴーと白白白。ゴーゴーゴー。白白白。え、ちょっと練習したい。ちょっとじゃあ私赤組やってみるね。え、私さ、でも何も知らないよこの歌あんまり。私のさ、学校これじゃなかった。白はまずフレーフレー
白組フレフレ白組ゴーゴーゴー僕らは白い稲妻だ。え突き進む。あのさ、なんか学校によってさ、なんかあるじゃん、なんかその何歌みたいな歌が、うん、あ、違うなんか学校の、うん、なんだろうなんだっけ、あのなんかさ伝説っていうかなんかジンクスみたいな感じで、なんかいつも赤組が勝つとか、うん、いつも白組が勝つとかなんかなかった？なんかジンクスっていうか、なんか絶対にこっちが勝つように作られてるみたいな。そんなんないやろ。でなんか私のなんかあったかな、なんかあったなんか何よ、私も忘れちゃった。え、ココピアさ、白と赤どっちにさなることが多かった？赤。え、小学校の頃ってさ、白とクラスでもクラスの中でも違う？うん、そうなんだ。そうなんだ。お邪魔で555ってなって、フレーフレー赤組フレーフレー赤組555僕らは輝く太陽のように燃え上がる希望力いっぱい頑張ろう。赤赤赤ゴーゴーゴー赤赤赤ゴーゴーゴー燃えろよ燃えろ赤組フレフレ白組フレフレ白組ゴーゴーゴー僕らは白い稲妻だ。え、白の方がかっこいい。光の矢雷の音と泣かせ元気いっぱい頑張ろう。ゴーゴーゴー白白白ゴーゴーゴー白白白地球を回る稲妻だ。え？って書いてるよ。地球を回る。え、今なんて言おうとした？ここって燃えろよ。赤やん。赤やん。そうだったっけ。だから赤になることが多かったからかな。うん、そうだよ。え、何言ったの？何が？地球を燃えろ。地球を燃えす稲妻だ。じゃあ地球を、地球、あ、待って間違えた。地球をなんとか稲妻だ。地球を回る稲妻だ。白組で最後にフレフレ。もう終わり、この話。長引きました。長引きました。ずっと歌ってすごいよね。なんかえ、なんかそう、私これ今さっきコメントで聞いてたね、体育祭ハチマキしてましたって来てた。なんか私のね、学校ね、中学校中1の時は普通にハチマキもらえてたの、買ってもらうのね、それを、うん、だからもらうからみんなでね、デコり合ったりするの、終わった後に交換したり、うん、みんな交換してみんなで掛け合ってありがとうみたいなとか楽しかったねとか掛け合うのに、それが楽しいじゃん、うん、なのになんか中2か3の時どっちかからもうこれはもらうんじゃなくてなんか貸し出し制返してくださいみたいになっちゃって、うん、だからメッセージ書かずに終わって悲しいなと思った。私たちはえ、買うとかないんだけど、ハチマキ、ハチマキはもう毎年使ったら洗濯して次の日持ってきて、やっぱそうなんだ、の使い回しだから誰が使ってるか分かんない。今ってそれもしかしてアイロンして持ってきてくださいみたいな感じでした。でダンスの時、創作ダンスの時だけあの髪の毛のポニーテールにハチマキをリボンしたりしたよ。絶対、絶対かわいい。髪の毛結ぶ子はその髪、今年はね、髪の毛結ぶ子はハチマキでリボン作って、髪の毛短い子は手首につける。で去年はここにリボンをこうやって持ってきてつけてましたね。だからみんなあのダンスの前は髪の毛長い子は髪の毛あの高くしてた。かわいいと思う、めっちゃ結んであげた、かわいかったよ。僕らは今年は赤いハチマキだよ。黄色とかめっちゃかわいい。え、何がかわいいかな。青とかじゃない、やっぱり。やっぱ青。白。え、白って何？赤、黄、赤、黄、青、緑だ。
じゃない？緑ないわ。なんだろう、何があるっけ。でも赤可愛いけどね、全部可愛い。うん、え、いいね、したくなってきた。もうだって行事ないから、もう体育祭終わったら中3でしょ、受験生だもんね。合唱コンクールしかないですもん。え、修学旅行とかも行ったか。うん、もう去年修学旅行楽しかった。修学旅行ね、学校楽しかった。運動会で一番の大失敗、あ、私あるよ。何？こけた？これ話したことあるよ。え、なんか聞いたかも。今年聞いたかも、分からんけど。なんかブロックのめっちゃ速い人がいっぱい出てるリレーに出たんですよ、今年。それで2年生の男の子からバトンもらうんですね、うん、同じブロックの、うん、それで練習の総合練習の投資の練習の時に、あの、まあ普通にそのバトンもらうゾーンでバトン持ってたら、うん、男の子がこけてきて、急に、うん、見た？聞いた？いや、こけてきて、ここがこけなかった私の右足かな、確か左足の上に乗ってきたんですよ、ドンって。それで靴が抜けたんよ、こうやって。あー、靴乗ってきて、あの足を引っ張ったら靴が抜けて、脱げちゃって靴下で走りました、片足だけ。それでめっちゃ追い抜かれて、あの後ろの子たちから。で、私靴履き直そうとしたんですよ。そしたら横にいた陸上部の先生に、なんか橘そのまま走れって言われて。痛かった？はいはいって言って。痛かった？いや、あんまり痛くないけど、でも分厚い靴下じゃなくて薄いのだったけど、あんまり痛くなかった。あ、よかったじゃん、だから、うん、しかも男子は一周だけど女子は半周なんで。あ、そうなんだ。だから男子めっちゃ疲れて、もうはぁって感じで、多分バトン上げた時にこけて。しかもさ、先輩のってそうだよ、持ってきてこうやって足をクイって、え、すぐさま走り出さないといけないから、うんうんうん、足をビーって抜いたの。え、先輩にそんなことやっちゃったらさ、もう嫌なんだけど。でもまあわざとにこけてないから全然。で、靴履き直そうとしたけど、もうそのまま足で走って、はい。だから今家にあの片方だけの靴下があります、1個。え、どういうこと？片方だけの靴下？うん、こっちは綺麗じゃん。あ、こっちだけ汚れたからも捨てた？捨てて片方だけ洗って今あります。なんかさ、思い出した、私もさ、私マジ運動音痴めっちゃなのね、うん、めっちゃ運動音痴で、なんか体育系がマジで本当にできない人だから、なんかその学校のあの体力測定あるじゃん、うん、なんかそれがなんかシャトルランにしようと思ったけど、うん、あのこの体育館と人数的に人数が多すぎて体育館がそんな大人数は使えないからって言って、うん、持久走になったのね、うん、でもうそこで初めてほぼ持久走になった。小学校とかないじゃん、あんまり持久走的なものって。だから初めて持久走的なものをしたんだけど、もうその時に1キロかな走ったの、中1の時にね。私もうね、今までないくらい走ったのね、私今までに走ったことないぐらいの距離を走って、めっちゃダーダーでって思ってたけど、中2の冬の持久走、これは中1の春ねで、中2の冬の持久走は1キロはまあまあ余裕だったの、うん、1.5 できついなって感じで。でもね、多分ね、これちゃんとダンスしてるからさ、体力取れるんだ私と思って。今やったらもう1キロなんてちょいちょいかもしれない。体力ついてんだ私と思ってね。ダンスの力ね。しかもさ、中2最後とかあんま声出てないんじゃない。え、中2最後ってさ、何中2の中2で入ったよね。中2で入ったから中2最後なんかもう出てない、コーナーほぼ5回ぐらいしかから、公園やってると結構つきますよ。え、今とかついてると思う、走れると思うやばい、ちょっと待って、時間大丈夫そう。今さっき51分やった。え、ここって何時まで？8時。えー、でもあとちょっとで9時。え、9時？あー、誕生日だね。私は10時。え、次誕生日来たら、うん、持ってきた。
これどっちもやば10時はいいね。じゃあ結構10時頃にやったりする？公演終わってから家着いて早めに着いたりしたら普通にとか夜ご飯できるまでの間にしたりもする。だからここで8時になっ以降はでも9時でもでかい。めっちゃでもそんなせんくない？9時夜ちょうど忙しい時間にね。見る側もさ8時ってさ忙しいじゃんね。まあ、ね、でも意外とあれなんじゃない？帰ってるとかなんじゃない？あ帰り帰るご飯中とかだからもう見ようと思えば見れるんじゃない？でもなんか遅ければ遅いほどありがたいみたいな感じだし10時頃がいいよね。10時てか今日カラコンつけてる。私も海ちゃら側に見えない。黒明日はもうちょっと大きいのつける。公園だからね。公園につけたいカラコンあったけど忘れてきちゃった。だから私のそう藤子ポの交換をします。そうです。明日は早朝配信です。昼夜です。夜はグッチの生誕祭です。グッチのお手紙の人は知ってます。誰でしょうえ、マジドキドキするね。ココペは誰やと思う？ハンちゃんとか。ハンちゃん去年もあった。何がお手紙グッチのココペの時。あ、私の時ね。誰やろう。去年はそう、去年ハンちゃんでしょ。うん、2年連続ハンちゃんはないかな。ねえ、私誰だろう。私の生誕誰やろ。ミナかな。レアちゃんとか。K4 のメンバーじゃないか。まあ K4 にいなかったら H か、うん、代読みたいな、うん、代読あるかな。カレンデンとかなんじゃないの。知らないけど。ああ、リサキとか。あ、リサキね。わかんないけどね。いいじゃん、いいじゃん。誰だろう。やばい、57分だって。終わり？じゃあ、終わろうかな。みんな見てくれてありがとうございました。じゃあ、13位から読みますね。13位、ヒデさん、ありがとうございます。12位、ウッチーさん、ありがとうございます。11位、ただの魚さん、ありがとうございます。10位、ムハマドさん、ありがとうございます。9位、ナイアガラさん、ありがとうございます。8位、快速特急さん、ありがとうございます。7位、JJ リーモンさん、ありがとうございます。6位、クロさん、ありがとうございます。5位、バウチさん、ありがとうございます。4位、隣のトロロさん、ありがとうございます。3位、ヤスさん、ありがとうございます。2位、マイナ君、ありがとうございます。1位、ゾッキングさん。ゾッキン。ゾッキングさんだっていうか。ありがとうございました。それでは、また明日、昼夜、よろしくお願いします。ありがとうございました。バイバーイ。じゃあココッペ、このじこのココッペ、こっちにもここのあれからちょっとどかないと。そうだよ。バン、バ、私がバンされるわ。あと2分。あと2分。ココッペおやすみなさい。寝ますへん。まだまだ寝れません。まだお風呂にも入らない。あ、そう、声だけなら大丈夫なんですよ。お腹すいた。声はね、誰かわかんないからね。ココペ、ここにいて。氷しか食べてないからお腹すいた。ここにいて。ここはやばい。え、座ってみて。あ、やばいやばいやばい。ここにいて。ここにすごい、めっちゃ広々。広くなったかな、うん、このドレッサーにしてからめっちゃ広くなった気がする。私もなんか今までの勉強机って結構でっかい、大きいし、なんか棚もあったから余計に狭く見える。そう、
ルージュが似合う女と。そう、もうここでお勉強もするしメイクもするしって感じ。なんか私ってこんな顔してんだって思う、このドレッサー見て。ネモハもまた見たい。あ、明日パジュラ公演見に行きます。ありがとうございます。ありがとう、お昼です。明日何の髪型にしようかな。お揃いする？いいよ。何がいい？じゃあ高めツインで高めツインは嫌です。え、下ツインは？じゃあ、え、下ツインも嫌だ。嫌なの？え、なんで嫌なの？あ、なんで、なんか、あの、やっぱり リアル的な、リアル的な、ここ点で。え、何やったことあるの？やったことあるの？ポニーテール。え、待って、初日から振り返っていい？私ね、下ろしたくないんだよ、暑いから。初日はここね、ハーフアップしたの。え、これは？これしたことない。下クマは？あ、したことない。え、クマとかならいいよ、上とかでも別に。私は、あ、そうなの、うん、下クマがいいな。まあ、え、私が知ったことあるのは、あの、私が知ったことは、まず初日ね、昇格初日は目撃者、あ、違う、間違えた、パチャドラでしょ。パチャドラはポニーテールしてなんか三つ編み垂らして、うん、で、その後目撃者でハーフアップしたのね、うん、で、その後何したんやろ、あの、で、三つ編みしたの、エルサみたいな、うん、こう、うんうんうん、して、あとはなんかサーちゃんとお揃いで三つ編みもした、もして、グッチとお揃いで編みたらしもして、でもポニーテールも2回ぐらいした。ねじったり羊さんしたり。あ、クラゲしたよ私。もうしてるね。なんか私はなんか昇格したら思ったよりこれしたいあれしたいって意外となくない？うん、ない。なんか思ってたよりこれしたいあれしたいってなくて、なんか分かんない、そもそも髪の毛のヘアバリエーションが、そうそうそう、ヘアアレンジのあれが分かんなくて、あんまりそもそも。分かんないかな、うんって感じ。もうファンなんか言ってくれればするかな、みんなが見たいの。それはツイン系でしょうね。でも意外といないよ、ツイン系してっていう人。ポニーテールが多かったかな。みんなさ、でもさ、それはさ、ポニーテールが好きな。え、ちょっとキュルキュルなってるよ、お腹すいた。なんかでもそれがあの、ツインしてって本当はしてほしいけど、私が絶対したくないとか言ってるから、うん、言ってないのかな。そうだよね、みんな。あ、リンゴしたい。あ、でもあれなのか、リンゴしたい。私、みんな本当のこと言っていいんだよ。リンゴしたい。え、リンゴしてほしいってきた。リンゴ熱いもん。じゃあ何話してくれんの明日。あ、そっか、危な、うん、ユニットの話しようとしてた。ユニットってそうよね、言えんもんね、本番まで。そうね。まあ私はあれですよ。私もあれです。あれです。どっちかな。何があるんだろうね。アップでしょ。何がいいんだろう。髪型ね。何が見たいかね、みんなは。何が見たいかね。わかんない。なんかもうさ、わかんない。こんな早くにわかんない。でもユニットに合わせるよね、結構。ハンちゃんの弟がセンター分けマッシュになってたって、ね、メール見たわ。かっこいいやん。あ、お団子もしたことある。めっちゃメンバーのメール見るの大好き。見てるよね、ちゃんと。楽しい。めっちゃ見ちゃう。
なんかついてるね、ここ何これついてる、何これ、先輩のモバメも見てる、みんなの見てる、七期生とかの見るの楽しみ、え、七期結構さ、モバメって個性出るからさ、なんかその子がわかる、うん、わかるよね、私もめっちゃ楽しみだな、え、私たちってさ、いつからさ、始まったとか覚えてる、え、なんか前、8月とか言ってたよ、確か8月8月だったっけ、あれ、なんか7月じゃなくて8月ファンの方、どうだったっけ、え、あ、ロッキーっていつ始まった、メールショールームの話、あ、そうじゃない、ショールームじゃない、違う、じゃあメール送んない、7月な気がする、8月しょ、何が9月ぐらいにツイッターじゃない、うん、どうなんだろうね、覚えてない多分ショールルーム始まってツイッターだった、でもインスタは個人で始めた人からって感じで、絶対じゃないかな、いつから始めたっけね、私は全員分撮ってます、私もです、ココッペ私のメール見るの好きなんだって、面白い、なんか何が面白いの、なんか頑張って書いてるんだろうな、ね、いつもこんなこと言ってくる、して頑張って書いてるんだろう、なんかいつもなんか藤子子はなんかいつもココッペとかミノも言ってきて、なんかいつも藤子子はなんか内容ないけど頑張ってそれを探してメールに書いてるんだなって伝わってくるよって言ってきて、はぁってめっちゃ言ってくるやんって思って、ね、ね、送んないでかはいいじゃん、送んないでかはいいじゃん、なんかメールをめっちゃ送りたいって思うけど内容はないよね、うん、何をさ、内容がないよ、なんかさ、ここは別に私にさそんな言ってくるけどさ、あなたも言えないよ、あなたも、うん、確かに、あなたも言えないから、なんか何をどう送ればいいか分かんなくてえ、ね、ツイッ今日インスタ送るかな、インスタ、インスタ送るかやるかな、なんかモチベ高い今日、ちょっと終わっちゃおうかな、そろそろ終わっちゃおうかな、ね、絶対ツイッターあげる、13位ハッピーさんありがとうございます、12位マー君さんありがとうございます、え、やっぱ子供の部屋めっちゃ響かん、うん、11位パルサさんありがとうございます、ほらマスがめっちゃ響く、聞いてて、10位カンさんありがとうございます、本当だ、9位赤いユニフォンさんありがとうございます、8位タラの魚さんありがとうございます、7位ポテチツボ7位ポテチーさんありがとうございます、6位ゲントルさんありがとうございます、5位ウッチーさんありがとうございます、4位ミルングラゲさんありがとうございます、3位タケさんありがとうございます、2位アオイちゃんさんありがとうございます、1位ポンタルさんありがとうございます、ありがとうございました、おやすみなさい、おやすみなさい、さようなら、バイバーイ、じゃあね。じゃあね。